それではブーメランの作り方です。牛乳パックを一区画このように切り取ります。この裏にこのように線を入れます。次に両面テープを四角く2センチ分取ります。それを片側に片方の真ん中に貼ります。それではこれを切っていきます。このように切りました。この両面テープを剥がしてこれを十字にくっつけます。これで完成なんですが、これをしっかり戻ってくるようにするためには少しだけこのように反らす必要があります。少し手でしごいて少しだけ反らせるようにします。白いままではあまり面白くないので、このようなペンを使って色付けをしていきましょう。このように色をつけるといいでしょう。それでは投げ方を説明します。右利きの方はこの膨らんだ方を外側に向けるように持ちます。そしてグーを握るようにここに挟んでください。そしてこれを縦に持って縦に回転させて投げていきます。よろしいですか。このように戻ってきます。もう一度いきます。縦に持って縦に回転をさせていきます。ブーメランの端にこのように重りを均等につけていきます。重りをつけて投げると遠くまで飛ぶようになります。ぜひ挑戦してみてください。それでは簡単な空気砲を作っていきたいと思います。まずはペットボトルを用意します。この底の部分をカッターで切りますが、これはお父さんやお母さんがいるところでやってください。かなり危険ですので、お父さんやお母さんがいるところでやるようにしてください。さあ、そこに風船を用意します。風船は真ん中から切るんではなくて少し上の方を切りましょう。少し上の方をこういうふうに切りましょう。はい、この風船をペットボトルの先ほど切ったところにこのように取り付けます。これだとすぐ取れてしまうのでビニールテープで。ぐるっと止めてあげるといいでしょう。このようにできました。さあ、それでは持つ取っ手をつけていきたいと思います。これはドアストッパーです。100円ショップで買ってきました。さあ、こういうふうに打てるようにしたいと思いますので、このようにつけていきたいと思います。
両面テープをこちらにつけていきます。そして両面テープを剥がしてペットボトルにくっつけます。これだけだとすぐ取れてしまうので、取れないようにビニールテープを使って強く留めていきたいと思います。ぐるっと一周させました。2箇所ぐらいやっておきましょう。これで空気砲の完成です。あ、どうするの？分からないですね。